暮れなずむ街の光と影の中、愛するあなたへ、ルンルン、送る言葉。お前ら、卒業おめでとう。まだ卒業してねえよってやつが大半だと思うけど、とりあえず卒業おめでとう。よく頑張ったな。これから人生の成功者、大野高弘がお前らに言葉を送る。よく聞いとけよ。いいな、一回しか言わねえぞ。まあ、YouTube だけど何回も聞けるじゃねえかって話だけどな誰だそんなこと言ったやつだ。ふざけんな、一回きりだ、この動画消す。それは嘘だ。じゃあ幼稚園保育園卒園したやつから行く。まずお前らは特に言うことねえわ。うん、ただ楽しかっただけだろ。トンチンカンの日々だったろ。うん、お疲れ。そして小学校卒業したやつら、6年間長かったろな。まあでも自由に遊べた時期じゃねえか。うん、特に何も言うことねえよ。おめでとう、お疲れ。中学校卒業したやつら、お前らだよ、お前ら、特にお前らだ。やっぱりお前らはさ、多感な時期だったろな。異性の目覚めとかあったろな。部活動頑張ったりしたろ、試験頑張ったりしたろな。まあ大変な日々、面白いだけじゃない日々だったと思うけどもな。お疲れさん。人という字は人と人が重なり合っても噛んじゃったからいいわ。うん、そんなのどうでもいいわ。うん、まあよかった、お疲れ。うん、3年間お疲れさん。高校卒業したやつら、まあお前らはもうほぼ俺と同じだろう。俺も今26だけどさ、まあそんな変わんねえよ、中身は。うん、そんなに変わんない。まあ外見はちょっとハゲたけど、まあ、ハゲたっていうか坊主にしただけなんだけどさ、まあそんなにな、うん、変わんないから中身は。うん、まあほぼ大人だよお前らはな。まあ、大学に行くやつら、就職するやつら、親の後を継ぐやつら、他に様々なやつがいると思うな。まあこっからな、いろんな選択肢があるから、まあ留学するやつもいるだろうしな。まあとにかく自分を信じて頑張れ。人という字はな、人と人が重なり合ってとか、そんなのどうでもいいんだよ。そんなクソみたいな言葉いらないよ。人と人が重なり合うとかもういいじゃねえか、そんなのな。そんな言葉に惑わされるな。俺の言葉だけよく聞けな。あの自己啓発本とかあるだろな、いろんな、人、著名人の、なんか自己啓発もあるだろ。あんなの読むな。な、俺の言葉だけ聞け。いいな、一回きりしか言わねえからな。 YouTube だよこれ、何回も聞けるわって言ったやつはいるだよ。お前らのこと消すぞ。この動画を消すんじゃなくて、お前らのことまた噛んじゃって、もういいわ。大学卒業するやつらな、大学卒業するやつらはさ、てか大学楽しかったろ、最高だったろ、最高だったなまあ大学、うん、もうほぼ大人だからな。まあ大人なやつもいるしな、成人したりするからな。俺はちなみに19、20の頃に、この芸人、お笑いの世界に入ったから、もう立派な社会人みたいなもんだったけども、まあ在学時にな、お笑いの学校行ったんだけどもさ、で大学在学時に芸人になったりしたからさ、もう大学っていうのは大人だ、社会人だほぼ。うん、まあでも楽しかったよな。うん、人という字はさ、まあもういいわ、人という字は。うん、とにかくさ、お前ら人と人で助け合え。な。これから社会人になってくから。な。もう、後戻りはできねえ。これからが本当の人生だ。頑張りな。
頑張れ。もう頑張れ。ちょっとまた噛んじゃったよ。おい、ということで俺からの言葉は以上だ。みんな卒業おめでとう。じゃあ最後に一緒に歌うか。送る言葉。One, two, one, two, three. くれ、歌うか！バーカ！ありがたいぜ、ありがたいぜ。これってありがたいぜ、ありがたいぜ、ありがたいぜ。これってありがたいぜ。グッバイ。卒業おめでとう。